カズレーザーは外に干している洗濯物がすべて赤色なので家バレした。事故物件に住んでいて畳に亡くなった方の跡がついていた。大学時代に目立ちすぎて赤い人の前集合と待ち合わせ場所にされた。服装自由と書いてあったのでバンダイの就職説明会で金髪に全身赤色の服で出席した。当時の2チャンネルの就職版でシャーじゃねと晒された。妹と会う時だけは恥ずかしがられるので黒い服を着るようにしている。M1で決勝進出する前は年間50回以上職務質問されていた。カズレーザーはバイセクシャルで冬は男が好きで夏は女が好き。大学時代に10対10の合コンに参加して俺からしたら1対19だからねと発言した。安藤夏が芸人を辞めるか悩んでいる時に体重130キロの女性を相方として探していたと言って誘いコンビを結成した。